皆さんこんにちは、スマッシュ TV です。10月11日の夜、キング&プリンスの高橋海人さんが個人のインスタグラムアカウントを開設しました。翌12日の午前10時にはすでにフォロワー数が52万人を超えており、早速大注目を集めているようです。アカウント開設直後から自身の写真やイラストなどを続々と9件投稿すると、はじめまして、高橋海人です。この度インスタグラムを開設しましたと報告。自分のことを自由に表現できる場になったらいいな、最高だなと思っています。気軽に遊びに来てくださいとアピールすると、この投稿は1時間で約12万件のいいねを集めるなど、注目の高さがうかがえます。実はこの日、グループの公式アカウントにも動きがあったようなのです。これまで X とインスタグラムの ID にはそれぞれ King&Prince-J とグループ名に加えて、ジャニーズのイニシャルとみられる J の文字があったのですが、これを変更、それぞれグループ名の略称 KP に CD デビューを果たした記念日とみられる0523、523を加えた新 ID となっています。高橋さんは自分のことを自由に表現できる場になったらいいな、最高だなと思っています、気軽に遊びに来てくださいと投稿したほか、踊ってみた動画、自作イラストのキモキリン、高橋水族館と題したミクロラスボラ花火の写真など、個性豊かな9種類の写真を個別に投稿。投稿されてる9枚のど真ん中に最初の挨拶っぽいのがあって、って思ったらバラバラの写真がうまくつながって一つの作品になってた。真ん中が初めましての投稿で、それを囲む8枚のうちの数枚が手書きの矢印や7のマークでつながってるのが計算されてるし、おしゃれだし遊び心あるよね。キモキリン写真の真ん中じゃなくて、右下にちょこんっているの可愛すぎるキモキリンのぬいぐるみくれ、などなど、高橋さんの個性を生かしたインスタへの好意的な声が SNS にも多く寄せられていました。またこの翌日、元キング&プリンスの平野翔さんが自身のインスタグラムを更新、看板の横に立って撮影した写真が話題となっているようです。平野さんは、大量にどうぞ、最後のはお遊び可愛かったからやってみたというコメントを投稿し、複数の写真を投稿。トップに掲載された写真は、行き止まり、Uターンできませんと記載された看板の横に平野さんが立って撮影した写真でした。何の変哲もない看板ですが、看板の文字は木留ゆうたと読むこともできる。音読すると岸ゆうたとなるため、この写真は9月30日をもってジャニーズ事務所を退社した元キング&プリンスの岸ゆうたさんの合流を匂わせている投稿ではないかと、ネット上の一部で話題になっているようなのです。ここのところ風当たりが強くなっているジャニーズ事務所、キンプリの2人にも 2B 移籍を望む声は少なくないようです。ちなみに高橋さんのインスタ解説は、11日に行われたライブツアーピースの福岡公演で発表されたのですが、永瀬廉さんは、何を写真に撮って載せたらよいかわからへんという理由で現時点では解説予定がないことをライブの MC でコメントしています。キンプリは今年5月22日で平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人が脱退し、現在の2人体制になりました。高橋さんはキンプリでは最年少だったため、これまでは気を使っている部分もあったでしょうね。例えば5人時代のライブの演出は神宮寺さんが担当でしたが、これも初期は高橋さんが担当していたのが、年上メンバーたちの要望をまとめるのが大変で苦悩していたのを神宮寺さんが代わってあげたと言われていますと女性誌ライターは話しています。また高橋さんは役者としての評価は高い一方、バラエティでは他メンバーと比べるとおとなしいところもあったため、芸術的センスを生かした企画では目立っていたものの、どこか地味で優等生タイプの印象があるのも事実でした。しかし2人体制になってからは、年上の3人組に気遣いする必要もなくなったこともあるのか、個性を前面に出し、はっちゃける機会も増えつつあります。
最たる例が5人組時代から続けていたのがどんどんエスカレートしているはみ出しラジオですよね、と前室の女性誌ライターは続けました。深夜ラジオに憧れがある高橋さんはジョン茅ヶ崎を名乗り、自身のブログ、カイトのアイドル日記で自作のラジオ風音声はみ出しラジオを不定期投稿しています。過去には永瀬さんの深夜ラジオ、永瀬廉のラジオガーデンで紹介されたくらいで、コアなファンしか知らない話題でしたが、8月8日深夜放送の午前0時の森で地上波デビューを果たしたことで、キンプリさんほとんど知らんのやけど、高橋海人くんめちゃくちゃおもろいな、なんかすごい人材キンプリにおったな、などなど新たなファンを獲得していったのです。ちなみに午前0時の森で MC のオードリー若林正康さんは、高橋さんの憑依芸タイプのラジオをロバートの秋山隆二さんが延長線上にいると評していましたが、はみ出しラジオにはジョンの後輩のボニー・ビリアンやサウンドキャッチャーケータなど個性豊かでシュールなキャラクターも複数登場しているほか、看板チャリ共和国チャトセ村の楽器ムサリムサリなど、それっぽいけど意味不明なワードを生み出す高橋さんのセンスからも、確かにロバート秋山さんに近いところがあるのかもしれません。特に平野さんはカリスマ性抜群で、独立後に開設したインスタグラムのフォロワー数が407万人を突破、キンプリのインスタのフォロワー数 235.2 万をあっさりと超えています。そして平野さんはインスタグラムで質問箱機能を利用して100件以上の質問に答えるファンサービスを積極的に行っていて、キンプリ時代よりも素の自分を見せるようになりつつあるようです。平野さんも自由で面白いですが、はみ出しラジオや今回の独創的なインスタグラムもそうですが、高橋さんも素の自分をしっかりと前に出してきており、永瀬さんと二人三脚でグループを牽引するべく、これまで以上に輝いている印象です。アーティストとして個展を開いて地位を確立した先輩ジャニーズも多いですし、高橋さんは絵の才能もある。インスタグラムを開設したことで写真やイラストを披露する機会も増えるでしょうし、彼の独自色の強い個性が全開になり、第2幕となる新しいキンプリが本格的に始まったと言えるのではないでしょうか、と前室の女性誌記者は語っています。キンプリ時代、平野さん高橋さんコンビは紹介と呼ばれ、平野さんは高橋さんのことを弟、高橋さんは平野さんのことを兄だと思っている、本当の兄弟のような関係のようです。過去に大塚食品の炭酸飲料マッチの CM に出演していた平野さん、2018年1月頃の雑誌クラップにて、高橋さんがマッチの広告を電車のつり革で見てテンションが上がったというエピソードを披露しています。また平野さんの看板が原宿をジャックした時は原宿まで確認しに行ったり、毎朝学校に行く時には広告の平野さんに向かって挨拶をしていたんだとか、またあるインタビューにて平野さんが高橋さんについてこのように話していました。壁を作らず誰とでも仲良くできるのが素敵だよね。俺も今年の頭くらいまでは可愛いなって思ってたもん。でも今はもう思わない。カイトが20歳になったのを機に子離れしようと思って、高橋さん離れを考えていた平野さんですが、2020年の雑誌では、カイトにはずっと甘えん坊でいてほしいと、まだ子離れできてない様子が見られました。現在では別々で活動をしているお二人ですが、平野さんにとって高橋さんはいつまでも可愛い弟なのかもしれませんね。2019年に僕のスーパーラブストーリー王子と男子は紙一重でジャニーズ初の少女漫画家デビューを果たしたのを筆頭に、平野さんに負けず劣らずアーティスティックで独創的な才能のある高橋さん、彼の魅力が今後もインスタグラムで花開いていくことでしょう。今後の高橋さんの活躍に注目ですね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは
次の動画でお会いしましょう。